どうも、一億です。お願いします。お願いします。一億と申しまして、竹谷と健志郎で一億と申します。よろしくお願いします。お願いします。覚え方としましては、はいはい、鳥とすっぴんのオバハンです。どんな二人やろ。今日はもう当てるというよりかは、へそに入った時の返しだけで5万発いきたいと思います。いや、無理やろ。絶対に無理やろ。よろしくお願いします。いける、頑張ります。はい、頑張ります。どうも、チカラコブです。よろしくお願いします。ありがとうございます。我々チカラコブと申しまして、はい、錦戸亮と山村もみじでチカラコブです。誰がやねん。よろしくお願いします。どっちも誰がやねん。宮北と幸太郎ですから。はい、すみません、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いいたします。はい、宮北君はあんまりパチンコ打たないんですけど、はいはい、そうなんですよ。まあ、僕の方がめっちゃ好きで、そうですね。はい、やらしてもらう。今日はもう家で、家中のドアノブ全部右に入れてきた。入れてきましたので、はい、なるほどね。今日は気合入ってるやん。はい、出します、はい。なるほどね。めちゃくちゃ出すんで、はい、楽しみにしててください。まあ、頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。初戦リーグ第2回戦の模様をお届けいたします。私、実況&解説を務めさせていただきます、ジャンボリ .tv ドレミです。よろしくお願いします。対戦ルールはですね、ご覧の通りになっております。勝敗は定まにてつけさせていただきます。実戦の途中でコンビの絆が試される、はい、タッグチャンスで大量出玉獲得のチャンスがありますので、はい、皆様期待してお待ちいただければと思います。なるほど。お願いします。それでは、それぞれの意気込み聞いていきたいと思います。はい、まずは、1億のお二人、お二人とも打たれるんですよね。はい、僕たちね、本当によく2人で、はい、パチンコね、行ってたんですよ。はいはい。まあまあ、乗り打ちというか、もう2人ともお金なくて、もうこれはもう2人で協力してちょっともう球出すぞっていう時に、はいはいはい、もう最後2人ともお金なくなって、最後の500円でケンシロウ君が当てた時、M1 優勝した時ぐらいハイタッチします多分僕今日当てるとかはできないので、へその返しだけで出したいと思います。やめろって。その言い方がパチンコ好きな人ですからね。返しだけとか、はい、ちなみにそのケンシロウっていうのは、はい、北斗の拳関係あるんですか？あります。これ本名なんですけど。そうなんですね。はい、親父がつけてくれて、おお。で、親父が北斗の拳好きやと思ったんですけど、はい、蓋開けたら1巻しか読んでなくて何も話できひんかったっていうのは。ケンシロウやん。いや、でもかっこいい名前ですよね、ケンシロウって聞いたら。まあ、そうですね。やっぱりそう思っちゃいますよね。はい、弟の名前が無法者やったから。ちゃうねん、お前。違った。おっても無法者やせんやろ。かわいそう。はい、さあ、そして、はい、力こぶのお二人。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずは、幸太郎さん。はい。意気込みの方を聞かせてください。そうですね、もうほんまにオス1ならぬ、はい、オス500以内に、はい、結構深いですね、はい、当てれるように。オス500はもうめちゃくちゃ僕でもパチンコ大好きで、はい、もうほんまに毎日ほんまに昔通ってたんですよ。じゃあお二人でってことですか？僕がね、全くパチンコが。そうなんですよ。超素人なんで。宮下さん打たれないんですか？僕はもう、はい、一番打ちそうな顔面してて、はい、一番打ちそうな体型で一番打たないです。いや、今日ちょっとナンバーワンを決めるグランプリなんですよ。はい、はい、素人の方はちょっと、だから、ね、やっぱりちょっと燃えないですよね、3人やられるのに。まあまあ、だから僕らは今日多分余裕でちょっと勝たせていただく、はいはい、いやいやいや、舐めないで。なっちゃいますよね。いや、ほんまに全員に聞いてきました。ビギナーズラックって言葉だけ。あ、確かにそれあるんですよね、はい、それ一本、ね、皆さんも経験したことあるビギナーズラック。いやいやいや、僕にもあるはずです任せてください。すっごい今ハエ飛んでるから、宮城の周りに。やっぱりね、もう気づいてみたらね。もうなんか持ってる可能性ある。はい、まあ、一応じゃ意気込みの方を聞きます。意気込み、はい、まあ、もちろん相方の足引っ張らないように、あ、まあ、そこは謙虚に、はい、1億を下すように頑張ります。おー、うまいこと言いましたね。まあまあ言うてるだけなんでねいや、みんな言うてるだけやろ。でもちょっとビギナーズラック見たいですね。本当にあるんだっていう。そうですね、止まらないビギナーズラックをすることになるかもしれませんさて今回、お二人打たれてるのが P、新天才バコン神スペックというものなんですけれども、はいはい、もうただいま大人気の
ね、2位なんですね。ファミスペックと言われてますからね。で簡単にスペック説明していきたいんですけども、大当たり確率 319.7 分の1、西のミドルタイプです。ラッシュ突入率が 75% ということで、高いですね。そう、入りやすいんですよ。あの赤ズガラで当たればラッシュっていうのが入ります。入ります。いいですか、説明なんで。いいです、いいです。パチンコ塾やん。へそでの大当たり、はい、右打ちでの大当たり、どちらも1500玉もらえるということで。これめっちゃでかいですよね。そうなんですよ、だから紙めっちゃでかいっす。いやいや、もうええよ。何がやねん。お前知らんやろ。長の人はお前、パチンコ打っとんじゃん。入ってくんな、お前。入ってきてもええやろ、ここ来とんねん、お前。それでかいですよね。いや、めちゃくちゃでかい。1500玉もらえるっていうのが。はい、ちなみに、孝太郎さんと健志郎さんは引きは強い方なんですか。僕らは、はい、いや僕らよくプライベート一緒に打つんですけど、はい、よく打つんですよ、はい、横並びで打ったらめっちゃ強いんですよ。マジで強いんですよ、はい、はい、あ、じゃあどっちが勝つか分かんない状態、はい、もうそうですね、同じ出玉で終わりたいと思います。仲良しマジで、はい、何にも言わんと2人で座りに行ってたもんな。マジで端数まで揃うような。そうやな、何玉か、うん、あの勝った方が上に上がれます。そうですよ、勝負なんでね。いやいや、もうまだまだ出たいかもしれへんけど、それはもう勝負の世界ですから、はい、いやまだまだ出たい。気になりますね、宮城さん。いやだからもうね、話ついていけへんくて、もう喋ることないからもうカラカラなんですよ。お前バラすな、なんか内容ないことずっと言ってんの宮城さん。そんな人もこのチャンネル見てパチンコ始めれるやんってことで俺代表やで。あ、なるほどね。それ初心者の方でも楽しめるっていう。薄いこと言ってる、もしかして俺すごい深みがあること言ってる。いや全然、そんなんいらんから。あ、そんなんいらないんだ、うん、宮城さんの実家は変な中華料理屋やん。お前やめろマジで。そうなんですよ、変な、変なじゃない、どんな中華料理屋さんですか。京都の伏見にある老舗の中華屋ですよ。なんか美味しそう。なんか小映えがいっぱい飛んでる。飛んでるか。え、さっき飛んでましたもんね。いや、あれ俺実家の中華屋から小映え飛ん、小映え飛ん、もう持ってけへん。連れて帰ってきたらしいですよ。なんで連れて帰ってくんねん。あと言わんでもいいんですけど、はい、灰皿がめちゃくちゃ綺麗。もうタバコ吸えへんわ、このご時世。ごま団子に中入ってへんねん。お前ごまやんけ、ただの。あんこ入ってるから、お前にあれ。お前やめろよマジで。パチンコ番組やれて嬉しいって言ってたじゃないですか、はい、マジで嬉しい、はい、嬉しい、いや嬉しい。このためだけに売ってました僕。 TikTok やってる場合じゃないですよ。いやいや、ええですやん、それは。もう TikTok なんでね。そう、7万人なんか7万人フォロワー、え、7万人フォロワーいんの、すごい、それはすごいんですけど。マジで太っちょヤンキーっていうね、 TikTok で今年始めたんですけど、もう今7万人マジで、はい、100万回再生も 4本ぐらい。マジですごいな、すごいね、ほんま。じゃあ一番そのバズった太っちょヤンキーちょっとやってもらっていいですか。あ、いいですか、はい、じゃあ一番バズった太っちょ、一番最初にバズったんが、はい、まあテロップを自分で、女の子のテロップを入れてるんですよ、はい、僕が自分で一人で演じて、はい、まあ、はい、地元に必ず一人はいる太っちょヤンキーのあるある。ちょっと待ってくださいね。ごめんごめん、 TikTok 中ごめんなさい。 TikTok 中まだ入るんですけど、孝太郎さんの台、今特訓って書かれてました。特訓、はい、入りますね。一応これがチャンスの赤ボタン、赤ボタン、一応大当たりに絡みそう。あ、グン、これも4点演出や。これは4、すごい、マジで4点演出の一つです。旗白ですね。はい、いけいけ。ちょっと待って、ここ注目ポイントが2つ出ました。もう軍入った、4台バカ演出。外れろ。外れろ、外れろ。そんなん言うな。特訓いきますね、これ、はい、ここでまず特訓は突入すると思います。はい、ミスれ、いけ。4台バカ演出、はい、ここで、うわー、何これおもろい、はい、番長おもろい。番長、番長。ここでボタンを押して、チャンスアップを増やしていくんで。うわ、赤やんけ、赤ボタンやな、ずっと。はい、金ですね。お前あっちあっちやんけ。あっちあっち、外れろ。そんなん言うな。友達すぎるって。金文字、腕立てちょっと弱いですね。楽しいですね、腕立てちょっと弱いんですけど、はい、赤いルミ、おっさんが赤いぞ。おっさん、いけいけ、ゴーダロ、パパですね、パパやパパ。あとは白うなぎとか出てきてくれたら、はい、あ、金もう一回。うわー、めっちゃええやん。頼む、おい、外れろ。お前って急に咳込んで倒れたりせ。お、ビジレンになりましたね。ビジレンか。あ、これエグいやんけ。3点、一応3点パイプ、ちょっとチャンスなんですよね。あ、そうなんですね。ここでボタンの数が何個や。1個1個、4、4個はちょっと熱いですよ。4、赤、4、赤、やばいやばい、4割、5割ぐらいはありますね。やばいやばい、はい、5割超えますね。いけるよ、やばいやばいやばい、いけいけいけ。剣道やってました僕。お、どうでもいいわ、マジでやってた。あ、でも期待度低い。さあ、ここでチャンスアップが出てきます、はい、ボタンの数だけ。
ここで白うなぎが出てきてくれたら降りろ。あー なんか重要やったんじゃん。最悪や、鼻水出てんのにこの子。なんか重要やったんじゃん今の。引きずり出せよお前。なんかちょっとやっぱアップちょっと弱いか。できなくなってきた。これだ、外れるやつやわ。言うなや。悟りました。うわよ。あー何ですか今の。保留も変わらない。そうですね、ちょっと緑保留っていうのがね、外れるというね。赤かっといい。ちょっと弱いか。どうだ。こんなに一生懸命やってんの、当てがってくれ。頼む、ポップアップ来い。疲れ疲れ来い。ポップアップ疲れ。あー、デフォ行け。あっ、イエーいや、行くわ。いや、ええもん見してもうたよ。いや、でもこういう感じで特訓に入って対決リーチに行って当たるっていうのが僕の流れって感じですね。なるほど、そうなんですね。保留ですね、王道の。金色やっただけ。手に汗握る感じでしたね。何のこっちゃわからなかったやろ。ソットヤンキー。いや、いけるこの後。一応ね、ごめんごめん、さっきの続きお願いします。割りからなく長男でこんなん。いけるこの後やって。いや、まあまあその自分の地元に必ず一人エルフ、ソットヤンキーあるあるっていうのやってて、うん、まあ相手の方をテロップで出して、自分が女子のテロップを僕が自分出してやってるっていう、バズったやつがお会計にお財布出ささないソットヤンキーって。なるほど。テロップのとこ自分でやり、ま、言いますね。はい、はい、あ、じゃあお会計で、あ、私も出すよ、うん、あ、いやいや、もうここは俺の方が食うて俺の方が飲んでるから、うん、出さんでいいよ、うん、けど、あ、うん、じゃあ帰りにコンビニでアイスとかデザート買ってや。 あ、ごめんなさい。何ですか。点滅保留入りました。何やねんこれ。いつまでや。注目せなあかんからな。当たり前や、そっちやん。え、その何も分かってへんギャル7万人がフォローしてる。失礼なっちゃうな。めっちゃ分かってるギャル7万人フォローしてる。ほんま？そうやん。ギャルの方がフォローする。いや、ギャルの方っていうかやっぱ TikTok 若い子が多いんで、はい、やっぱどうしても、高校生とか大学生の方から声かけられることが多いですね。で、街で声かけられんねんな。よ、街でたまにやっぱりちょっとだけこう太っちょヤンキーって言ってるんで、ヤンキーの方が声かけてくれることが多くて、なんて言われたんやったっけ。あれ、TikTok で見たデブのヤンキーのおっさんやん。もう、ね、若い子はもう、ね、からな。そんななんかほんまにたわいもないあるあるみたいなのをあげてるだけです、はい、もしよかったら、お金払わない、お金払わないから、じゃあだから気使うから逆コンビニでアイスとかジュースおごってくれへん、うん、俺めっちゃ食うからここより会計高なるかもな、嘘っていうのが初めてバズったんですよ。バズります。まあそういう動画がバズったんですけど、ね、実際は一回もお金払ったことないな。お前めちゃくちゃやな。俺財布こうやって歩いてんの。確か出しまくってるよお前。女の子に財布を出ささへん男らしいっていうのがバズったっていうか、多分ね、どう女の子に接していいかわからへん子が多いんですよ今。なるほど。だからイケメンじゃない男とか男の子たち勇気を与えてるんです。こいつやればモテるんやってなってる。お前が勇気もらわんて。ほんまお前分かってない。教科書なってんのお前。教科書なってんだから言いたかないで。めっちゃ失礼やけど、ほんまちょうど俺ぐらいの見た目の子が応援しようっすって子。なるほど。うん。怪しい緑入りました、はい、怪しい緑。いやーちょ、これはあ、すいません、怪しくなかったです。さすがですね、見切りが早い。怪しい緑がね、実況席にいてますので。電気ついてるだけです。電気がついてた。はい。ああ。肩の色も。ああ。そうなんですよ ねやっぱさすがですね、やっぱこうパチンコやられる方って感じが。そう、なるほど。すごく話しやすいというか。いや、やっぱね、僕はもう見入ってしまってましたね、今。で、宮城さん、あれですよね。はい。一つ知ってることありますもんね。何が出たら熱いかっていうのは。勉強してきたらしいんですよ、ね、あら、そうなの、はい、え、そうなの。白のうなぎ犬。ほら言い方ない。これ一本。いやいや、白のうなぎ犬はな、白のうなぎ犬ズン、これ一本できます。白うなぎ犬な、それだけ持ってきたんですよね、はい、だから僕今日白うなぎ犬見るためだけに来てます。出えへんかったらもう仕事ないんや。もうないよ、今日もうギャラなしよ。ギャラなしだよ。ギャラなしよ。なんか、なんもけえな。展開欲しいな。ちょっと、ちょっとさ、コウタロウさ、コウタロウもケンシロウもさ、オカルトやん、君ら。オカルトうちの達人やん。そうなんですよ。なんかありますか、オカルト。なんか仕掛けよう、もう。わかりました。オカルト仕掛けていいっすか。どういう感じのオカルト。あ、なになに。ちょっと 3D とオンオフ、ペペペってやります。なるほどね。はい。
出た。あ、ちょっとね、これでちょっと台をかき混ぜてあげる。ちょっと人変わったよとかね、はいはい、ちょっと台を騙すっていう作戦は私もやりますね。なるほどね。なるほど、あるんですね、やっぱ。ありますね。そういう台を騙す。プレミアアップでいきます。僕、ここからすみません、6時間寝かさせてもらいます、台。なんでやねん。はい。出禁ですね。味一瞬で終わるな。おっと、3人。ギジさん入ります。高太郎くんの台の方が、あ、でも健一郎さんも緑堀入ってます。はい、結構元気出てきたね。出てきた。はい、点滅もあるよ。いいよ。いいですね。これ今ママが、ママ、はい、あ、赤堀になってますね。5割。目まぐるしい、目まぐるしい。マジマジ。なんか急にざわつきが、2人とも5割ありますよ。いいよいいよ、どっちもいい感じ。俺も赤も赤、うん、あっちあっちや。あ、でも今健一郎さんの台が、はい、ママがねお出かけしたんですけど、はい、お出かけから帰ってきた時に何かアイテムをくれます。なるほど。ママ今まだお出かけ中なんで、ママちょっと楽しみよ。小太郎ちゃんもいいよ。特訓行くでしょこれは。赤それダメよ。特訓行きましょう。あ、これダメ。おお、特訓行きましたね。特訓行きました。ああ、ギジさん行ったな。いた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 。うわ、すごいな、どっちも。あれ、これ2人とも急に。あっちあっちや。おもろい、おもろい。おもろい。あっちいの。頼む、こっちに。頼む、こっちや。こっちや。こいつ顔だけやから。じゃあ、こいつほんま。はい、キーッ。おー、マジ。反対の反対。反対の反対は。反対じゃん。激アツです。熱い。やばいやばい。いいやん。熱こい、熱。これあるね。忙しい、忙しい。忙しい。むっちゃおもろい。これはマジである流れや。SP や、SP や。あ、白うなぎ来た。えぐい。来た。えぐ、やばい。これやん。熱強く。出た出た出た。バクレス。バカゾン、バカゾンです。いけいけいけ。バクレス来たで。今日の仕事むっちゃおもろい。スタッフさん、プッシュプッシュプッシュ。これはもうた、プッシュ。どっちもめっちゃ。お前すごいな。これはマジでもうた。いやもう、コウタロウ、いけ、もう。外れろ。これはコウタロウ、外れろ。さすがに当たる。いけ。これは、何個、何個、何個。これ2個でも、2つ。白熱がついてるので、はいはい。本気最強リーチに行きます。なるほど、はい、りましやばい。お前いくつボタン2個でも全然当たりますもんね。お前ちょっとやめてくれ。色変化これ、あ、そうか、行くんですよね。はい、白熱取ってましたよね。はい、取りました。はい、ここで上陸作戦。いいですね、いいですね。はい、来ました。来たぞ。あー、白だけ俺が見たかったやつ。来た。頼む。割と早い。赤レインボーちゃん、これちゃうんか。違います。ちゃうんか。テンション上がりすぎやけど。お前ら友達やな。あるあるや。いいよ。おやめてくれ。マジで頼む。外れろ。俺当たれ。俺当たれ。テンション上がりすぎやけど。ノープッシュ。行け。ノープッシュ。どうせや。いやまあまあ厳しいね、ケンシロウのは。こっち注目してください。コウタロウさんの大大注目。外れろ。頼む。さあ、これで本気最強リーチ。なるほど、やったぜ。お前前へ行きます。バカボンが降ってきた。めっちゃおもろそうやんけ。来た。ちょっとリーチ赤タイ、いけいけいけ。さあ、かっこよ。でもなんか金に変わって戻せたけど変わってへんな。怪しいなこれ。ちょっと微妙なラインですけど、まあ白熱と、はい、そうですね。いや絡むもう絡んでますからね。これはだいぶ複合してますよ。いいですね。だいぶ期待できますね。十分すぎるな、はい、今んとこなんか順調すぎて怪しいけどな。いや確かにね、そんなうまくいくわけないかって思っちゃいますけど、これは絶対いきます。大丈夫けど行こう、はい、さあつけとこ、ここで行きましょう。わーわーわー。さあここは取ってほしい。さあ押します。ノールックでいけます。外れろ。頼む、これでいいのだ。行きましょう。ビスレボタンや。頼む、ポップアップ来い。デフォいけよ。っしゃ、よっしゃ、よっしゃ。今のはちょっときつい。いや復活ない、復活ない。ボタンの中、え、ちょっと待って、復活、復活来い。復活あるか。ない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 。一応あるんですけどね。ない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 。え、イエーイ。うわ、外しよった。ちょっとごめん。イエーイ。お前人の外れで喜ぶな。今のはショックですね。うっそー。ちょっとコウタロ君今日演出見せるだけの仕事ですか。最悪やん。え、俺アシスター。いやでも見せてほしいものを全部見せていただいたので。俺らもう上がりやん。お腹いっぱい。いや最悪。燃えて。コウタロ君お腹いっぱい。何してんねんマジで。めっちゃ楽しいやん。おもろい。最悪や。ち
パチンコおもろい。めっちゃ楽しいわ。ごめんなさい。めっちゃ外れたのにめっちゃ楽しい。でもこれもこういう流れが来てっていうのは、はい、もうはい、ういう、ね、流れは完全に。いや、なんやろ、初めてな、人が外したんで脳汁出たん。びちょびちょや、今俺。むちゃくちゃやろ、お前。最低やな。俺、びちょびちょやわ、今。そういうやつあかんねん、負けんねん。マジで、オーディション落ちた時よりショックっすわ。オーディション落ちた時もやけど。あの、4人でこう車で来させてもらったんですけど、はい、あの、マジで、むちゃくちゃ綺麗な虹で出たんですよ。はい、いや、ほんまそうですね。ほんま、なんかあるんちゃうかぐらいの虹。根元まで見えたよな、虹。マジで、海から海にかけて、なんかすごいいいことありそうですね。はい、じゃあ今日はレインボーいっぱい見れるんちゃうかって言いながらここ来させてもらったんですよ。しかも、あの、ラッシュ、また説明するんですけど、虹のね、7を引くと、そうですよね、とってもいいことがあららあるので、ね、ちょっとへそのとこにちっさおっさんおる。え、何それ。いや、たまにあるんですよ、急に回らへんなった思って、へそのとこよう見たら、ちっさおっさんがバット持って打ち返してくるんですよ。嘘つけ。中におっさん書いて、はい、そうか、そんな。たまにあるんですよ、これ。今日まだ今んとこちょっとこっちから見えへんな。いや、今ちょっと素振りしとるな。マジで。これ見えへんで、俺らから俺らからしか見えへんで。ほんま、うん、よう目凝らして見てみ、これ。おらんけどな。いや、アップされてもおらんって。おらおら、動けない、そこまでは、そこまでは見えない。カメラマンさん、アップしてもバッターいないっすよ。え、それ、A カメラですか、それ。A カメラ、お前のメンタマンすよ。ケシロ、今日寝てないんか、お前。寝てないんか、ね、眠たい時出てくんねんな。眠たい時は出てくる、確かに。なんて高性能のカメラマンさんや。小太郎さん、ちょっとなんか、引きの方があんまりということで、ちょっとね、はい、わかりました。ちょっと休憩タイムで、はい、わかりました。ビギナーズラックというのをね、ビギナーズラックっていう右の拳見せてきますわ。え、あれやんな、地元で大パンするで有名なおばはんやん。知るか、おばはんちゃうねん。肘置きは使わないタイプ。肘置きって何。肘置きは使わないタイプ。肘置きなんかないぞ。強いな。え、何これ、エグ。何がエグいねん。これでね、肘が楽になる。なるほど、すごいな、これ。ちょっと待って、帰らせてくれ、あいつ。え、これもう回し始めてもいいんですか。はい、回してください。はい、行きます。おー、こんな邪魔くさいやつ連れてくんなよ、小太郎。邪魔くさいね、お前。上皿パンパン打法で行こう。そうやな、一回ちょっと待て、うん、一回止めるわ、手。あ、そういうのもいいですね。一回上皿パンパンにしよう。オカルトボンド使ってこう。で、下皿も入れるわ、俺、ちょっと一回。 あ、いいよ、いい、いい。なあ、溜まって、溜まるとこに来るから。そうやな。違う、下皿意味ないて。孝太郎がやってるオカルト教えてくれよ。俺がやってるオカルト、ほんまに、あの、ちょっと左にさ、バカボンおるやん、あの、役物のとこ。はいはい、はあ、どこや、これが左ですね、そうそう、はい、そこ、その、ちょっと撫でてあげて。そうそう、で、優しい言葉かけてあげながら。大好きだよ、かっこいいよ、うん、ずっと見てました。ちょっと あかんわ。ずっと見てました。あの、オカルトの垣根越えて滑ってるわ。熱い保留が、あらっと、ロゴ落ちしましたね。ロゴ落ちしたよ。チャンス。ケンシロウさんのところに。オカルト聞いた？オカルト聞いてる。あ、トンボが横切って。これって。ずれろ。継続、ね、継続、継続、継続。プッシュ。いいよ、いいよ。うん、そう。ミヤッキーも緑入ってる。これプレミアアップにしてましたっけ？プレミアアップにしてます。あ、お。じゃあプレミアが出る可能性があるかもって感じですね。なるほど。プレミアなくても全然当たるんですか？当たる可能性もあります。アップなんで。なるほど。お、あれ？今紙ランプが鳴ってますね。光ってますね。光ってますね。ほんまや、ほんまや、ほんまや、ほんまや。これ大チャンスです。あっちゅういんちゃん。これ当たったらしい。お、これ、あ、プレミア。よしよしよし、よしじゃん。プレミア、プレミア。プレミア。やばいやん。来た。ドラゴンキング。来た。よし、えぐい。オカルト大成功、すげー。えぐい。何やねえ、ケンシロウさん、すごい。えぐー。オカちゃん。ママ。レインボーじゃないですか、これは。レインボーや。よっしゃー、宮城はケンさん。あ、ちょっと待って、ケンさん、ケンさん、ケンさん、何、え、どっちも全回転じゃん、これ全回転来てます。全回転、ちょっと待って、やばエグエグエグ、やばいやばいやばい。ケンシロウはエグやった。とりあえずケンシロウは当たった。とりあえずケンシロウ当たった。お前もめっちゃ熱い。いや、だいぶ熱いですよ。俺も熱いの。激熱出てるで。イエーイ。オッケーオッケー、ケンシロウとりあえずオッケー。これドレミちゃん、イエーイ。なので、7なのでラッシュ、ラッシュ確定や、ラッシュ確定や。 75% 取りました。まずあ、でもトップいった。ミヤキもトップいった。ミヤキさんも来ましたね。これひねっといたね。いや、そう、止めといていいよ、もう止めといていいです。演出見て。はい、見てます。コウタロウくんでも見たようなやつ。むっちゃ熱いで。もう、せわしないわ、せわしないよ。あ、モモトッくんよ。え、なに、なに、トップの上です。ジョイ、はい、いいの、こんな連射でくる。いや、これ外れろ。いや、これありですよ。これさすがに当たるやろ、はい、これは来た。
V をしっかり狙ってくださいね。はい、うん、V V OK 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 俺頼むで、うん、頼むで、バッチふかし行こう。3点パイ、あ、4、はい、1500発、これ1500発でしたっけ。1500発曲がってます。いかついだよ、これ。当たりは全部1500玉になります。えぐ、お、白熱、白熱、ちょっと急に来ましたね、はい、これはマジであるっすか。これマジであります。よし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 、ちょっとダブルラッシュ見して、これわかった。いやいいねいいね、ごめん、外れろやがーし。いやちょっとどっちも気になりすぎて、おぉわか、テントウムシ、テントウムシや、テントウムシや、テントウムシ、え、これこれはもう激アツです。すごいすごいすごい、これ超、もうあれやろ、ほぼ過去くらいじゃん。もう7割くらいあるよ。ミヤッキーさんの大好きな白うなぎ犬も出た。これ勉強してきたやつ、ビギナーズラック、ほんまや、マジである。当たったらビギナーズラック、勉強してきたやつ、俺が欲しかったやつが全部入ってるわ。いけいけいけ、曲もええわ。なんかそうなんですよね、曲もいいんですよ、曲いいっつわ。いけ、えぐえぐえぐ、おもろ。敵は一旦バトル、普通のバトルでいきます。はい、普通のバトルで、はい、無限覚醒、これまだ回さない、降りましょう、いけ、ま、まだ回さなくていいです。なに、こんにちは。さあ、はい、これ東島、はい、いけ、今季最強リーチですね。今季最強リーチ、2回目の最強リーチ、いけいけいけ、お、金体、いやこれはいけたよ、これはモーターでしょう。ちょっと待ってくださいね、いこっちめちゃくちゃ熱いんですけど、ケンシロウさんも赤フラッシュが来てるので、ちょっとチャンスが来てます。よしよしよし、たまらないでください。店員さん、行って行って、いいよいいよ、あー、あかんのかい。大丈夫大丈夫、バカボン準備はいいだろ。 OK だよ、当ててくれ、パパ、いけ、当ててくれ、俺も準備はいいぞ。ミヤボン、忙しい忙しい、ミヤボン当ててくれ、行ってくれ行ってくれ、何やこれ、盆栽ミヤボン、赤い赤いよ、赤い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 、でもこんな当てられるようにしたら、赤いよ赤いよ、あーなんかすごい、ずっとこどっちもねえ、こんなに急に盛り上がる、ちょっと頼むで。ケンシロウさん、赤保留、赤保留、これでいいのだ。押す、いつ押す、ボタンが出たら押してください。オッケー、あー、あー、ナイスー、いいねいいね、はい、僕の方を見てください。あー、レインボー、ドレミちゃん、これもしかしたら、レインボーなら取ってる可能性ありますからね。マジで33%引いた、頼む、33%引け、はい、宮城さん、これ当たりましたら右に、よっしゃ、すぐに右にグイッとハンドルを回してくださいね、右に、右、お前、あ、まだいい、まだよ、まだよ、バカと、あ、あ、ここで赤が引けるか、はい、ごめんなさいね、白うなぎ犬がおったらあけど、おら、ほいちょ、あるか、あー、これで、でもまだわかりません、はい、聴覚演出もありますので、いつ、とりあえず検証、はい、はい、いただきます、うわー、レインボー、レインボー、これは、多分取ってますね。よっしゃ、これ、これ、33%入ってんじゃん、はい、今回ったよ、いいよ、今、右打ってください、出していいよ、絶対 V 入れてな、はい、OK、よし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 、ケンシロウこれ入ってるの、まだちょっとごめんなさい、説明が追いついてないんですけれども、はい、ラッシュ中の 33% で引ける、はい、虹の7を引いた場合は、はい、1500玉プラス1500玉、はい、プラス上位の 80% 継続のラッシュに入ります。これよパパ、これがプチュンしたらそれを引いたことになるんですけど、あーあー、マジか、ポイ入った、オッケー、お、 75% 引きましたね、引きました、サイズ3級、75% やもんな、なんせやな、でこの虹の7も消化検出あるので、なるほど、ラウンド中に特訓が始まる可能性があります。なるほど、ちょっともうた一人一人見させて、とりあえずスタートライン立ったよ。そうやな、僕は右にずっと打っといたんだ。ちょっとあの丸の黄色がなくなるまで、はい、ちょっと 33% 引くまでは終わらんといてよ、ね、オッケーオッケーオッケー、任せといてくれ、初めてこんな感じになって嬉しい、やっぱ、いやすごいですね、マジでビギナーズラックやん、はい、ほんまに嬉しいな、ちょっとどっちかにしてくれって、みんなこういう気持ちでパチンコやっておられるんや、そうやね、これどっちが伸ばすかやで、これなあ、頼む、頼む、どうだどうだどうだ、プチュンせ、67%引いといて、プチュンせ、プチュンすな、プチュンせ、はい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 、よいしょ、よいしょ、すごい、同じタイミングで当たったな、ねえ。